はい、どうもラリクマチャンネルです。ということで今回前回前々回かなの福袋開封動画見ていただけましたでしょうか。今回はそのね、中身の紹介になります。なので、福袋開封動画見れない方は、下のリンクの方にね福袋開封動画載っけてありますので、そちらから戻ってもらって見てもらってから、こちらに来てください。結構ネタバレの話になっちゃうのでね、そちらの方気をつけてください。ということで皆さん、見てない方は行ってらっしゃい。はい、ということで、見てきたくれたかな、見てくれたかな。ということで、じゃあ今回からね、そちらの中身の紹介に なります。ざっとこれ中身がこちら、じゃじゃん。 M4ERG の ARS になります。 KSC さんかな、 KSC さんの、まあ簡単に言うと時森さんでいう次世代電動ガンに似たような形になっています。開封の時にね、ざっと紹介したので、今回は、詳細の方を紹介していきたいなと思います。ボン!こんな感じになってます。詳細はね、こちらになっております。こちらの方はちょっとね、止めるなりなんなりして見てみてください。ということで、まずこちら。いいところ、ちょっとね、説明していきたいんだけど、まず、いいところ。これめちゃくちゃやっぱ M4 としてはね、完璧な M4 だと思うんですよ。なんて言うんだろう、特にブレもなく、弾道のブレもね、そんなに少ないし、剛性もすごいしっかりしている。で、ブローバックもめちゃくちゃいいんですよ。だからもう完璧な M4 だと思うんですけども、けどもやっぱりどうしてもね、やっぱそこには、こやつです。こやつ何かと言ったらですね、東京マリさんの次世代電動ガンになります。次世代電動ガンの M4。ちょっとカスタムしちゃってあってね、グリップとか、ストックはだいぶ違うものになってるんですけども、こちらが、東京マリで、こちらが今回、マガジンが入ってる方が KS だと思ってください。で、こちらなんですけども、結構、考えた方がいいかなって思いました。今回こっち持って。いや、もう今まで実際電動ガンは、やっぱリアル志向だなって、ブローバックするし、弾道も綺麗だから、欲しい人は東京マリ買った方がいいよって、俺結構軽々しく言ってたんですよ。軽々しく言ってました。本当にずっと申し訳ない。本当に申し訳ありません。KSC さん、バカにしちゃいけない。これ本当にすごいです。リアル思考で言ったら絶対俺は KSC さんになります。リアル思考だったらね。これ大事ですよ。リアル思考だったら絶対に KSC 買った方がおすすめです。もう、球の数とか、ブローバックの感じはもう100点満点。もう、これに近い、電動ガンを探せって言ったら多分無理になっちゃいますね。ガスブローバックだったら近いものはありますけど、もう本当にそれぐらい、ガスブローに近いぐらい、ブローバックがリアルで、かつ段数とかもリアルな。で、作りもしっかりしている。っていうのが、こちら KSC さんなんですよ。でも東京マリさんのね、東京マリさん。これは、今いいとこ全部言ったけどね。そう。東京マリさんの方は、ちょっとね、やっぱり、動きがこっちに比べてチャチンですよ。だからリアルさって言ったらどうしても折っちゃう。リアルさだったら多分これ60点ぐらい。いやでもこっちと比べちゃうともう40点ぐらいになっちゃう。40点ぐらいになっちゃうかもしれない。もう40点でいっか。40点ぐらいになっちゃうぐらいもうチャッチ。やっぱおもちゃ感が出ちゃうどうしても。だから確実に同じ値段出すんだったらこっちがおすすめです。でも、なぜみんな東京周りで買うかって言ったらもう最初に言ったんだけど、日本製だし安心だし、でやっぱ鳥が扱ってる数も多い。で、カスタムパーツもすごく多いです。だから、拡張するにはこっちがやっぱりすごい何点か上になっちゃう。カスタム性とプラス、手に入りやすさっていうのが一番大きいのかな。ね、安心して買えるっていうのも多分でかいんだところだと思います。だからどうしてもみんな東京マリさんの実際買っちゃうんだけど、一回みんなね、一回でいいです。一回でいいから KSC さんの M4 を打ってみてください、電動の。電動ブローバック。で、打ってみて、それでも東京マリさんの方がいいなって方は東京マリさんでもいいと思うんです。もう本当にこれは素晴らしいと思う。びっくりするよ。てかこれが福袋で出たんかってとこはまずすごいびっくりなんだけど。もうそれくらいすごいんですよ。だからみんなちょっとね、本当に詳しい説明とかになっちゃったけど、もうこれ比較になっちゃってるよね。詳しい説明とか言って比較になっちゃってるけど、正直な話、弾道、やっぱり東京マリの方がすごく綺麗です。なので、サバイバルゲームで使う、サバゲーで使うって考えたら、こっちになっちゃうかなってこともありますね。
からリアル思考だからってこっちを買って玉が全然東京マリーの次世代よりも微妙だよって人、多分それが嫌だって人もいると思うんだけど、東京マリーカスタムが苦手な人は逆に東京マリーで買って、もうちょっとブローバック感は少ないけど、弾道綺麗でサバゲー使って、もう本当にね、ちょっと好みが分かれるとこではあるんですけども、この KSC さんの M4 って感じになっております。いやもうこれが福袋で、しかもこれ元ね5万円なんですよ。5万円の商品が俺2万いくらかで手に入っちゃったってこと自体がすごい。もうなんかその感動がでも収まらないよね。前の福袋とかもうなんかもうね、はい、ここまでの商品が来るのかっていうすごいもう嬉しさはありますね、やっぱり。なので皆さん、福袋 KSC さんのオンラインショップの方、下の方にリンク貼っておきますので、そちらの方から見てみてください、こちらの商品で。かつ福袋とかまた多分来年とか出てくると思うので、気になる方は福袋の方も見てみてください。ってことで今回 KSC さんの M4 ERG-ARAS でした。めちゃくちゃおすすめです。ぜひぜひ購入してみてくださいということで、以上福袋の開封動画でした。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。